引っ越しの手続きで自治体の窓口が混み合う時期を迎えています。仙台市は窓口の密を避けるため混雑回避のサービスを行っています。今日午前11時ごろの青葉区役所の様子です。転勤や就職、進学などに伴う手続きによって窓口に来る人は普段の3倍ほどに増えています。こちらは転出や転入の届け出をする窓口です。通常なら5分ほどの手続きですが、今日はおよそ1時間待ちの状態になっています。新型コロナの感染拡大が収まらない中、不特定多数の人が訪れる窓口ではしっかりとした感染防止対策が必要です。仙台市では転出届について郵送での手続きを行っています。市のホームページからダウンロードできる所定の用紙に必要事項を記入し、本人確認の書類の写しや返信用封筒を添えて区役所に送れば、転出証明書がおよそ1週間で届きます。一方、転入届は本人確認が必要なため窓口での手続きが必要になります。各区役所では窓口の混雑状況を確認するため、このようにスマートフォンによる情報サービスの提供を行っています。手続きを待つ人の数をスマホやホームページで知らせているほか、整理券の番号を登録すれば呼び出しのメールが届くシステムを今年から市内すべての区役所に導入しました。夕方頃になりますと混雑がだいぶ緩和されると思いますので、時間に余裕を持ってお越しいただければと思います。また仙台市は来月4日の日曜日午前9時から午後3時まで各区役所に窓口を開設し対応するということです。